こんにちは、おしゃぎです。今回はビッグビーストハンターです。ボンマントルの音楽家2枚、バーナフサ2枚、飾り物の監視者1枚、ドーモナスリザースピア2枚、アストラブラッドソーン1枚、タルノリデゴザル2枚、精霊の密漁者2枚、飲酒改良者2枚、矢の創造2枚、アルデュロンブライトウィング1枚、野生の精霊2枚、音響エンジニアポジック1枚、スターパワー2枚、ケルサラスの希望1枚、フォローハウンド2枚、ヒドラロドン1枚、忠実な相棒2枚、ストラングルストーンハート1枚、キングクラッシュ1枚という構成。これはビッキさんかなが今月レジェンドジョイン到達したというビッグビーストハンターです。で、デッキの特徴は高コストの獣採用しているハンターで、音響目次録のカードはまずはこれ5マナスターパワー、ランダムな敵のミニオン一体に5ダメージを与える、ダメージを1減らしてこれを繰り返す魔力呪文、そして6マナ36フォローハウンド、生命ダッシュ吸収、標的と隣接するミニオンにもダメージを与えるアンデッド獣と、というのでどっちも複数除去できるし、フォローハウンドはストラングルストーンハートで復活させられるし、単純にバナナの草で強化する動きも強いと思います。新カード入りのハンター使いたかったんで試してみたいと思います。ではプレイの方どうぞ。アイスロール、ルーゴハンマーに刺さる猟犬たちよ、歌の時間だ。スターパワーいるかな、帰るか。まずはミニオン、おっぱいサック、あ、いいね、トーテム系か、諸国刀カオ、スターパワーこれに取っとくかな、これでジャムセッション44強い、51、待ち伏せのとりあえずいいか、フォローハウンドでエレメントにピッ、ミックストーカーポリッシュ強い、いやーどうすっかな、まだいいか、次いけるしな、ジャムセッション、おー、あー新兵が出るだろう、これはどうすか、お、あ、いい、オッケーオッケー、それヒロッパでよりのもの、あドドンでいい、ストラングスハート来たけど、ヒロッパバックステージ勝ってる、そしたらこっちか、急展開強い、あーいいねここまで行きたかったら強い、フォローハンド、リッチキング、なんだろうね、矢の創造、まあ、とりあえずスリザーバナナ、スリザーバナナでいくか、あスリザーバナナでいいな、武器ショーン、コイン、タマン、アルデロン、ブライトウィング、おいしょ、マグロ系だからとりあえずフォローハウンド欲しいね、え、強っ、普通に強っ、こっちでいい、6本早めに使っても強いね、待ち伏せのフォローハウンドで、おい、強い、強い、
終わんなきゃダメなんかこれ。マホロハンドで。あっ。ちょい。ちょい。ちょい。ホロハンド用にバナナ1個残しても面白かったけど、ああこれはもうこれ残っちゃう。あ、しゃあね。てな、いやーまずいかそれは。とりあえず悪く。ヒドラロード。スターパワー。スターパワーありかもな。ドンドンドン。ああ、そういう感じか。スターパワー強い。テレビ。いやー、出てくるよね、あれが。例のあれが。まあいっか。復活しても吸収乗らないからね。で、投稿つくのめんどくさい。スペルはないだろう。で。はい、いっか。休日の相棒。これは取んなきゃまずいか。ネルビア。休日しとんないとデス声しちゃうもんね。の位置。いやネルビアのダイジンが強すぎる強すぎる。インカで勝ちか。よし、危ねえ。一応ホローハン役になった。一応どころじゃないか。かなり横に並べてくる相手に対して強いね。うん、強かったわ。オッケー。はい、リッチキング。すべては死して我が下辺となる。まあこれでいくか。お、そういう気流行ってるのか。卵だ。マグロ断末も流行ってるのか。アラックでパン。はい、いっか。いや、卵あった方がいいんだけど、まあいっか。これ来るからな。それ強すぎる。あ、コイン取っといていいわ。バナナアタックいきたいけどな。ホローハウンドあればなんとかなりそうだね。ハマゴ。お、おお、出るぞ。それでもいいんか。パーティーの料理を盗みましたわね。結構バイオリンが好きなの。処理。
オッケー。逆に困るか。どうだろう。我慢。ああ、歩くか。案内で欲しかったな。ああ。これでいいんだけど。押しとく。注文発見するのやめよう。やめようや。エルサースイ。まあ、ホロハンドでほんとなんとかなるね。このデスナイフ。ナイフ。あー、リーサルか。インクラで10点。おお、返せてる。ははは、すごい。全部カジュ。14点前で。OK。最後はキック。そっから返せるのすごいな。でも、もう終わったと思ったけど。もう一抵抗あったわ。はい、ということでビッグビーストハンターでした。新カード、スターバーもホローハウンドも使えたんでよかったと思います。特にホローハウンドよかったな。で、先生はこんな感じ。5勝2敗でした。今回はホローハウンドがデスナイトに強くて大活躍でした。はい。それではご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。